愛くるしい姿で訪れた人を楽しませてくれる29歳のゴマフアザラシマックス。ゴマフアザラシの平均寿命は25年から30年と言われる中、マックスは1994年に下田海中水族館で生まれたご長寿動物です。今日はマックスに感謝を込めて、いつものアジやサバに加え、ちょっと豪華なホッケと水分補給のためのハート型のゼリーがプレゼントされました。おいしそうでした。もっと長生きしてほしいです。もう入社した時からやっぱり、接しているので、餌のあげ方なんかもですね、このマックスからいろいろ教えてもらう部分がたくさんありましたね。まだまだ食欲も旺盛で、しっかりとですね、耳も聞こえているところもありますし、まだまだ元気なので、このまま長生きしてもらえたらなと思っております。およそ1キロの餌もペロリと平らげるマックス。飼育員は今後も体調の確認をしながら、訪れた人に元気な姿を見てもらえるようにしていきたいと話していました。